やめて。ということはこれは必然的にティーショットは植木選手結構緊張感が、はい、増すんじゃないかなと思います。がまあナイスですね。ナイスナイスですね。結構プレッシャーの中ティーショット打ったじゃないですか。そうですね。なんかこのやり方面白いです。なんか違った緊張感があります。うん、パターが一番好きですか？グリーン周りがいいです。じゃあそこは星久保選手にお任せで。どうですか？ちょっとスタートしてみてどんな感じで攻めていこうみたいな。なんか2人のティーショットとかパターの感じを見て。ティーショットはちょっとお任せしようかな。パターはお任せしようかな。じゃあなんとなく攻め方が決まってきた。ちょっとバランスいいかもしれない。良さそう。確かに見てる感じバランスすごい良さそう。髪の毛めちゃくちゃやったりしてます。何の話？何の話？褒められたね。褒められた。ありがとう。これやってくれた人ね、あのすごいカリスマ美容師なんだけど。色も染めてきました、この日のために、そうなんだ、うん、そうめっちゃ可愛い、ありがとうございます。嬉しい。選手たちも女子力がめちゃくちゃ高くて、なんか2人のこう、ね、美容とか、うん、ちょっとあのマスカラ薄いってしてもらったんでなんかいつも不思議なの、なんでつけないんだろうつけないのつけてるんですけど、めっちゃ薄くて、そしたらなんかつけてるって言ったら、つけてないように見えますよね。じゃあやってもらったらいいんじゃないですか。もう今回のね、この感じで、いつもめっちゃ化粧うまいなと思ったんですよ。確かにうまいよね。ツヤツヤだし、私もあの透明感あるよね。いや透明感めっちゃあるね。もう誰に似てない北川くん。そんな芋じゃないやめてくださいもう批判きますじゃん。このチームあの2人でグリーンを読むってことは今まだ見てないですね。グリーンは植木選手は任せるタイプかもしれない。うまい。来い。ナイスパーです。コンビネーション完璧ですね。いい感じ。やってみてどうでした？バランスいいと思います。噛み合ってる。噛み合ってる。噛み合ってる。おお、噛み合ってるペア。右。いけ。いけ。ももちゃん大丈夫です。お、心強い。ひなみちゃんもダブルス初めてですか？初めてです。2人とも白いですよね。でこのペアは白いペアかな、美白ペアかな。めっちゃ日焼け止め塗ってるってことですか？え、でも夏はめっちゃ塗ります、うん、顔もですか？顔は塗んない。あ、塗るよ。朝は。朝だけですよね、うん、2人は仲良しですか？仲良くなりました。お、今日で。今日で。あ、じゃあそんなにまだ喋ったことなかったみたいな。初喋り。え、そうなんですか？初めてライブします。ああ、確かに、うん、会ったことなかったよ、はい、あ、そうなんですね。めっちゃ面白いです。よかった。この顔で面白いです。こんな可愛いのに面白いみたいな、はい、だいぶピンチですね。めっちゃ難しい。でちょっとグリーンがね、うん、なんか
甘い。え、おお。完璧です。すごい。ナイスです。でもあれは入れるしかないです、ね。おお、次。次ですね。心強い。ナイスパーです。ナイスです。ナイスパーでした。100万円ですけども、優勝したら何に使いますか？うーん、じゃあ真面目に遠征費で。おー真面目真面目にどうします？じゃあ私も真面目に貯金で。真面目だな。現実的だな。なんか面白いな。アップルウォッチ買いたい。ウェッチですか？アップルウォッチ。アップルウォッチ。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。